一応、挨拶だけ。<laughs> 元気ですか暑くてですねやむなくクーラーをかけてて今日は2つ3つか <laughs> クーラーすぐ近くでザーザー言ってるのと、まあ、あと外の音ね、まあ、サッシは閉めてるけどそれと扇風機でここの大して効いてない冷風を向こうに出してるっていう。なんでちょっと後ろ。 窓が開いてますが、まあ、気にせずでそれがあってうるさくて撮ってる中でえ昨今使っている「ダヴィンチ」のノイズリダクションと「アイソレーション」わかんねえや音声分離と久しぶりに「クラリティ VX」かなちょっとどんなね聞きになるかっていうのをちょっと再度見てみたくてちょっと無音で本当に雑音だけ。 こんんななもんでいいかな <laughs> そ,その件が1点と私も大変気になる世界的なアーティストが2人もね、えー、来るのでそのチケット情報を見るのとあとはあの一番ね話したい、えー、ビッシュのね解散ドームに行ってきたよっていうことをちょこっとだけ触れて、えー、その流れでビッシュは次にね ちょっと私の好きな歌トップ3ぐらいを <laughs> ニーズないと思いますがやってみたいと思います。それはね次回ね長くなるから。はい。ではまず来ましたねブルーノマーズ。でも最初に言っとくけどえっと去年行ったからもうちょ,ちょっとしばらくいいかなっていうあのそんなにね何度も何度も。 あんまりそそらない人間なんですよねなんでブルーのは見ないですがで、ね、ど,どんな感じか見てみましょうよ。はいえー、1月来年1月ですね東京ドーム5日間すっげえなーはい来ましたチケットさすが世界まあほぼ1ですよね大人気、はい、で東京ドーム相手まあやっぱり12万8,000ぐらいですよ VIPSS 席ね12万8,000円。 それに比べると VIPS38,800 円なんかちょっと安いんじゃないですかこれ詳細でねちゃんとねラウンジ入れたりグッズもついてたりみたいなねちゃんと書いてありますね S 席もね同様ですねバルコニー席もありますねね十12万8,000円 VIPSS 席 VIP 席 S 席これがですね 世界ほぼ1位ですよ世界ほぼ1位のアーティストが来てドームでしかも来年の1月ね <laughs> はいちゃんと VIPSS 席12万8,000円の席がこの辺だよとねセンターステージがあって、まあ、アリーナとかがあるけども VIPSS 席はこの赤い列これだからちょ,ちょっと規模的に分かんないんだけど1列目か2列目か3列目ぐらいまでだよねきっとね。 センターステージしかも見切れませんしね。確実に見えるわけですよ。しかもセンターステージしかいなくて。もう彼らね。もうみんなでね。楽しそうに踊るんですよ。もう最高っすよ。これ12万8千円安いんじゃないですか？で、vips 席3万何がし？ここですよ。センターステージのちょっと内側入ってますよね。だからほぼ彼らがね。真ん中いたらもうバッチシっていう。 まあ,あとはこう自分の背の背問題ですよね <laughs> ちょっと小さいね人はねかわいそうかもしれない。であと SS 席まあアリーナが SS 席ってなってますが、まあ、ですので12万8,000円とちょっとピロピロやって目回んないでね12万8,000円と3万8800円一応こういう素晴らしいね席になりますよというのが分かるんですね。いいですね。最高ですね。まあ、その分席、まあ 数はだからすごい限られてますよねまあ抽選でしょだからもうめちゃめちゃ今円安も相まって日本に来たい外国人の方もいると思うから日本安いんでね海外も含めてすごい争奪戦じゃないですかねというね状況ですまあただブルーノマーズは私はちょっと行きませんいいですねこういうねチケットの販売してくれると こうじゃあ頑張ってねお金貯めようかと思いますよね。もう一人来ます。はい、我らがテイラス・スイフト大好きです。えっとただね正直言うと私はえっとアルバムだいぶ昔ですね1,2,3ぐらいまでのテーラス・スイストさんが大好きです。えっと最近は正直聞いていません。 ちょっと現代風になってあのなんか田舎者の私にはじいさんの私にはねちょっとつ,ついていけなくなったっていうまあそれにしてもやはりね歌姫うたひめも最高の最高ですよね最高のシンガーですはい彼女が来てくれます彼女は一回も見たことがありませんので非常に興味があります2月7日来年ね4日間どうしようかな <laughs> はいでチケットですね S s 席3万円 S 席 A 席 VIP、ね、もね詳細ね12万2000円また高いですが日本だけですよ <laughs> アリーナ全部抽選でまあサーコンだと1万56000円はいそんな国日本だけで素晴らしい国です日本ね、はい、12万2000円 <laughs> いろいろと書いてあるですあのテイラー・スウィフトの場合はねポスター4枚とかなんとかかんとかとかしっかり書いてありますねうわポスター4枚欲しいな <laughs> オスター4枚のために12万2,000円はないと思うんですがはいあのあちっち全体的には全然いいんですからねで B、えー、これ SS 席と,、えー、とグッズで7万2,800円ですねまあその他ありますいろいろとありますでらに見るとですねやはり地図がついてますね東京ドームですよえー、っとテイラー・スイートさんは少し動き回るみたいですね、えー、ステージがあってセンターステージがあって、まあ、トップステージがあるみたいな。 ね、これはもう S 席、ね、2階席の人でも結構真ん中ぐらいだとすごく近くまあ横側でも結構、ね、近く見えるっていう素晴らしいですよね。こうなってるとやっぱり少なくともアリーナ行けば、まあ、メインステージが多いんでしょうけども、ね、センターステージも結構歩いてきてくれそうな感じもするしまあ、S、アリーナだったらいいかなみたいなね。 気がししてて安心して買えますよ、ねえー、っとだから、えー、っと普通に買うと SS 席まあアリーナ全般が3万円。ねこれもあとは背の問題ですよねアリーナの場合ね。でまあ VIP で、えー、12万2,800円だとグッズもついて、えー、っと席はね SS 席の中でも最も各ステージだからまあメインステージ センターーースステテジ、ジトップステージですね、ね。きっと、ね、花道に近いエリアっていうねこうまあいわゆるこの多分、えー、このステージねグレー濃いグレーのところの近くね周りを122,800円でグッズ付きで売ってくれるというね多分122,800円その、まあ、かぶりつきある程度のかぶりつきなんで数は少ないかもしれませんが。 12万2,800円を買った人が例えばこの SS 席のこの <laughs> アリーナとかってね点々に書いてあるようなこんなね多分端とかねある意味後ろになるようなところにはいかないんでしょうね。いやこのね世界,世界的に見て、えー、トップアーティストトップスターのですね ブルーノ・マーズと、えー、テイラー・スウィフトさんがこのようなチケットの販売をしているということでちょっと今ねテイラー・スウィフトさんあビップなんか買えませんよ当たり前ですけど、えー、テイラー・スウィフト見に行きたいななんていうふうに思っている次第でございます。はいという中で、えー、ビッシュのね、えー、東京ドームの「 ララストライブが、ね、終わりまして、えー、本当の、ね、清掃員の方どうですかロス終わりましたがもうすぐ2週間経ちますけども、まあ、私はね、あのー、本当に真の清掃員じゃなくてすいません <laughs>、えーまあ、カメラね写真があんな、ね、大箱で撮れるっていうことで非常に一番興味があって、まあ、行ってるっていうところもあるんでね。 えと今回の写真はもう本当に大惨敗でしたねもう,もう残念残念残念でしたがまあまあしょうがないということもあってえまあそれはいいですただもうライブについてみると,えっとよかったですよかったです本当によかったですあのラストがどうのこうのとかじゃなくて本当に去年1年間ねバッとシングルも出したりライブもずっとやっててもう今年なんかはもう詰め詰めでやってね どうかなと思ってたんですけども、まあ、やっぱり若いしねまあもうまあ、まあまあ、と,とはいったってもうスーパー若いわけじゃないですけどまあ30手前ぐらいでね一番脂乗ってますよその時期にうん、ね、たくさんライブやってやっぱりライブって生で、ね、アーティストにとってもその糧になるねステージですからそれをブーってやってきたやっぱりくなってきた、まあ、集大成的な、ね、ものにはなってるんじゃないかなと思いました。 ちちょっと心配しし、たたののは、まあ、女の子たちですし、まあ、本当にいい時期にやめますし、まあ、ファンもすごい多いから、ね、やめないでくれっていうオーラも出てる中でなんていうんですかねお涙頂戴的になってこう歌もねままならぬみたいなね泣いて泣いてみたいなねなんかちょっとそんなステージになったら逆に私なんかはもう本当にビシッとやってほしいとかねかっ,こかっこよくねって思ってたんですがなんかお涙頂戴になったら残念だなと思ったんですが、まあ、そんなのはもう。 全くなくなっと全てをやって、ね、まあネタバラになってもしょうがないまあネタなんかないんですけどあのちゃんとライブ DVD も出るブルーレイとかもね出るってことなんで、まあ、楽しみですけど11月ぐらいかなあそれ見ていただくと分かりますが、えー、本当にねライブのね終わり方も本当に素晴らしかったあの私だったらああいう演出は切らなかったなと思う <laughs> 素人ですからね。 当たり前ですけど、まあ、それぐらい。あの素晴らしい。終わり方だったなというふうに思って。はい、あのよかったです。もちろんね、映像になった D. V. D. とかは。あの。購入させていただこうかなと思ってます。それでね、多分すごく見ると思います。あのライブではね、なかなかちゃんと見れなかったんで。D. V. D. で見ようかと思ってます。 はい、ということで今日はね、ちょっとテーラー・スイストさんどうしようかなっていう話題と、ビッシュの東京ドーム良かったなっていうことです。これ以後ね、まあ、ビッシュのライブがあればまカメラ持って行こうっていう気になってますが、もうなくなっちゃったから今後どうしようかななんていうふうには思ってるんで、好きなね、いい音楽の中でこうカメラ振り回すって本当に楽しくて、<laughs> ライブそっちのけなんですけどね。 いい音に乗ってるんだけど音なんか聞いちゃいなくても、まあ、撮ってるんですけど、まあ、だけどやっぱそういう中で揺られて撮ってるっていうのはすごくもう本当に時間なんかあっという間で、ね、音楽好きからすると殴られるんですけどいやでも音楽も染み付いてるはずなんですよ。それぐらいそのために瞬間で終わるんでなんかそういうことがあればぜひ教えてください。あのちょっっっとと調べててねあのよさそうだたたらぜひ行きたいと思ってます、えー、じゃあ次回は そんなちょっと清掃員、本物の清掃員じゃなくて、まあ。最後にお掃除おじさんぐらいになれたかなっていう私がですね。ええー、ビッシュ。ベスト3の曲を。発表したいと思います。あの、私ですよ。私、私の好きな。ビッシュの3曲を。次回はお届けしたいと思います。それでは。はい、終了。